はい。というわけで、今回のサカツク、こんな感じになっております。はい。というわけで、7番ということでね、今回の旧アニバーサリースカウトの選手が、この、7番なんですね。いや。で、せっかく今回は、ね、気合を入れて動画を撮影しようと思ったんですが、だいぶ遅く帰ってきたので声のみでやりたいと思います。はい、どうも、マグマグマグロンと申しまーす。はい、というわけで、本日7月10日付、サカツク、やっていきたいと思います。はい、というわけで、今回はもうお知らせをね、ガッと読んでガッと終わる、そんな感じの、お手軽なサカツクでいきたいと思いますよ。ただ、こちら、来ちゃってるんですね。こういうのが来てる時に限って、まさかの声のみということでね、申し訳ない。マグの決め台詞が、ね、ちょっと、ね、映ってないっていうのはね、非常に残念。まあいいか、しょうがない。じっくり行きましょう。はい、まずはメンテナンス実施のお知らせ。バージョン 7.1 というふうになっております。今回から両サイドレーン特徴が新たに登場。その他、アクセサリー上限が450まで拡張。スペシャルパスと育成ブースターパスの効果を合わせると最大600まで拡張されております。さらにアクセサリーの絞り込み機能を回収しました。はい、というわけで、ここら辺は非常にいいですよね。レアリティで相当行った場合、同種のアクセサリーは能力アップ順で表示されるようになった。ここら辺も非常に、今回のアップでいいんじゃないでしょうか。このアップデが来る前にアクセサリーは整理しちゃったの。ねえ、この恩恵をね、感じられる前にやっちゃったね。まあ、そのうち実感するのかな。もうね、完璧にね、処分するものは処分したんだね。まったく、非常に間が悪うございました。はい、じゃあもうサクサク行きましょう。次。はい、まずは、予告が来ております。新リーグ登場。イタリアリーグ2324ということで、イタリアスーパーカップ2324も来ております。今、アクセサリーが拡張されたっていうから、選手も拡張されて欲しかったなー。今回は何をもらえるのかなー。星5スカウトチケットのようです。そっかー、残念だ。クラブハウスは大きくならないみたい。はい、じゃあ次。期間限定交換所&ミッション開催ということで、今回の、どうやらレアルマドリードガチャをね、チケットで引くことも可能でございます。ミッションやってね。はい、次。はい、というわけでこちらも一応予告でいいのかな。リミテッドマッチ開催決定でございます。国際大会シーズンキャンペーン第2弾まとめ。まさかユーロをここで終わらせようなんていう魂胆じゃないでしょうね。ちゃんとユーロガチャも出してよ。ね。ユーロガチャってのは別にね、ヨーロッパのガチャってわけじゃないのよ。まさにこの国際大会の方のユーロの話なんですよ。ね。というわけでね、そっちのガチャも期待しております。出るのかな本当に。リミテッドマッチ国際大会シーズン記念カップということで、冠スポンサーは見つからなかったという感じでしょうかね。見つからなかったのか、最初から決まってたのか、これがね。それはわかりませんけれども、今回のリミテッドは星4のみとなっております。国籍縛りはなかったか。ね、そういうわけじゃないみたいですか。獲得できる国とかがいろいろ書いてありますけど、特定の国の選手をキャンペーン期間中だけ飛躍的に強くするアクセサリーが登場というふうになっております。国籍縛り。でも一応合ってるのかな。何々のサングラスってことは、じゃあここら辺がイングランドのサングラス、イングランドのサポーターとかってなってんのかな。ね、まあ、ちょっとそこら辺はまだ始まってからのお楽しみ。
国際大会シーズンスカウトチケットで3種類のスカウトから選択して引くことができるそうです。まずはポルトガル、スペイン、イタリアか、ドイツ、ベルギー、オランダ、フランスか、アルゼンチン、ブラジル、イングランド、クロアチアか、選べるってことなんでしょうかね。なるほど。7月10日から7月31日までなのでだいぶ長いですね。この期間400試合をやれば、スカウトチケットがもらえるということになっております。一律なのかね、能力はね。ごとつするのにそこもまたランダムだと結構難しい感じになりそう。はい、次サクサクいきますよ今日は。はい、というわけで旧アニバーサリー記念キャンペーンまとめということでログインボーナスが来ております。はい、もう左から2番目ね、これが一番欲しいやつ、今回も入っております。はい、というわけで限界突破1段階目が来ております。ということは、2週間後ぐらいのモリモリキャンペーン第2弾では2段階目がもらえると、まあ大体そんな感じでしょうかね、いつものパターンなら。さらにパネルミッションも来ております。こちらもやっておきましょう。パネルミッションは何もらえんのかは教えてくれないみたい。以上、次。はい、新星6監督、ベルゴスケ登場ということでね、もう何回目でしょうかね、ベルゴスケさんもね。まあまあまあ、しょうがないでしょう。映画を極めし銀河となっております。戦術得意度もとうとうレベル10まで来ましたが、だいぶ高くなってまいりました。ってことはマグの主戦術であるポゼッションがね、ボコボコにされてしまうではないですか。早かったな、天下はあっという間に終わってしまったな。はい、というわけで442のようですね。デルボス系監督のイメージではあまりないんですが、個人的にはボックス442のイメージがねちょっと強いんですけども、そのボックスがのうち1枚をまあ前へ上がらせる、そんな感じのフォーメーションだと認識すればいいのかな。今回グティが入ってるからね、おそらくまあグティも、オリジナルポジションはね、ボランチの位置からなんですけれども、まあ攻め上がるということで、まあ B 表記になってんのかな。だからまあ一応ね、ちょっと左右にちょっとねずらして配置すると実際のレアルマドリードっぽくなるかもしれませんね。はい、というわけで言うの忘れてた。坂つくねベルゴスケ、モデルはビセンテデルボスケ、ビセンテデルボスケ監督でございます。99年から2003年まで、レアルマドリードの監督を務めていました。スペイン優勝2回、 CL2 回ということになっております。さらにスペイン代表でも活躍しております。2008年ユーロ優勝、2010年ワールドカップ優勝、2012年ユーロ優勝ということでね、ここら辺はねもう黄金時代を築いた監督でございます。ってことはあれかいね、もうこんなこと言うのもなんですけれども、同じ監督のまま2週間後の追撃はスペイン代表が来るということでよろしいかな。そっちかしらね。そこで今のスペイン代表来たら熱いね。ね。ちょっとね、それだったら結構熱いですよ。そうなるとね、マグはどっち引こうかなっていうことにもなるしね。いや、どうなるでしょうか。ちょっとそれはそれで面白そう。どうなるかはわかりません。はい、次。はい、今週のやること、ででん。チャンピオンズロードマッチが来ております。選べる監督交換チケットをゲット。ということで、こちらを遊びましょう。今回はこちらがメインとなっております。他にも、初心者向け、フォーメーションコンボをね、開きやすくなるので、これはぜひゲットしておきましょう。ベロッティ、インモービレ、ロカテッリ、ボヌッチ、アバーティっていう、イタリアの選手が5人、手に入りますので、ぜひゲットしましょう。正直ね、そんなに強くはないんですが、初心者の方、
にはね、とにかくフォーメーションコンボが、発生するだけでも大きいんでね、ぜひこの辺も取りましょう。そして今のイタリア代表じゃないんだね。今のイタリア代表ではない。スカマッカがいないもんね、スカマッカが。キエーザもいないもんね。はい、というわけで残念でした。今のイタリアではないということで。残念。はい、というわけで、一旦カットして、今回のガチャ、行ってみましょう。一旦カット。はい。というわけで後半参りましょう。はい、というわけで、今週の背景変わりガチャはこういう感じでございます。ね、ボカジュニアーズ。ね、まったく。レアルマドリードだったそうです。はい、というわけで、ラウール、グティなどの名選手から現役のスター選手までが大集合する旧アニバーサリーレジェンドスカウトを開催します。今回の新星5選手は得意戦術が中央突破のレアルとは書いてないね、マドリード FC の選手たちです。また今回登場するラウールは SS ランク能力アップを所持ということで、あれ、俺はラウール・モリエンテスの時って俺引いてるっけかな、なんか、ラウフ・マリメンテスは引いたような気がするんだけど、ラウールは俺持ってるのかな、ちょっと、記憶にございません。はい、というわけで、新星5選手の紹介でございます。はい、じゃあちょっとここのページじゃなくて行きましょうかね。ついでに、今マグはレアルマドリードの選手ってどれぐらいいるんだ？ちょっとレアルマドリード縛りで行ってみましょう。名前順。こんな感じ。あ、ルーカス・バスケス3体もいる。なんかの、あれじゃないかな、ドリブル取っとこうってずっと取っといたっぽいな。うん。あ、バルベルでもいるじゃん、二人も。あとは？お、あら、あ、ルニンはごとつ済み。おや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 。モリエンテスはいるけど、ラウルはいませんね。そうですか、そうですか。もしかしたら、その、レアル・マドリードじゃなくて、違う名前とかっていうことはないですか？フェルナンド・トーレスに J のマークがついてますけど。J がついてますね。もう、本当に懐かしいな。そんな時代もありました、この坂つくに。ラウルは持ってないんすね。あ、ラウフだ、やっぱりほら。一番左の下にいるラウフ。ラウフはいるけど、ラウルは持ってなかったんですね。そうか、そうか、いいとこついてきたんですね。じゃあ今回の運営ちゃん。マグは持ってなかったみたいですよ。はい、というわけで、今回の目玉はこちら、ラウールでございます。というわけでね、ラウールを取らねばならないということになりましたね、やっぱりね。今、左上を見ると、GB が 34,000GB あるので、引こうと思えばすぐに引けるんですが、そこはぐっとこらえて、ちょっと先に中身見ていきましょうか。ね。はい、というわけで背景変わりガチャになっております。こんな感じ。全部で10人。じゃあ一人ずつ見ていきたいと思います。まずはゴールキーパー、ルーニン。先ほど、ごとつ済みっていうのがいたし、もう一体持ってたので、まあ、母体確保できたらいいね。一体でいいね、一体で。ね。っていうと、いっぱい来るのよ。というわけで、アンドリー・ルニンが来ております。ゴールキーパーでジョーカー、SS。これはちょっと熱いね。他の戦術でも、ルニンを途中出場みたいなことが考えられるよね。なかなかいいんじゃないですか？はい、次。センターバック、ナチョ。バンディエラ持ち、ということになっております。能力に関しては S1 個なので、母体確保。ベンチで眺めてる要因ですね。外れではないんですよ。一体だけ来てくれればいいの。一体だけ。そんないらないの。一体だけいればいいの。一体だけ。ひどい扱い。そして、右サイドは全部行っております。誰だっけ？ヤンチェルフスキーじゃないし。なんつったっけ？チャイコフスキーじゃないし。なんつったっけ？なんかユナイテッドかなんかの右サイドの選手がさ、全部赤だったよね。ね。ちょっと名前忘れちゃったね。坂つくシュートでも出てきた人。
はい、というわけで右サイドバックルーカス・バスケスでございます。 SS ランクなんですが、これはどうなんですかね。全部赤ですか。というわけで今回はね、結構複数ポジションが赤になっているケースが多いみたいです。次、左サイドバックロベルト・カルロスは連持ち、フリーキックがついてますね。久しぶりにマグが持ってるロベカルのごとつはフリーキック蹴れないロベカルなんですよね。なのでちょっとフリーキック蹴れるロベカルも欲しいっちゃ欲しい SSS となっております。次、トップ下、ボランチ両方プレイが可能でございます。レーン持ち、トニー・クロースでございます。ドイツ代表ではね、これで現役、ドイツ代表を引退というふうに発表します。あれ、選手としても引退なんだっけ、どっちなんだっけ。トニー・クロースで検索、引退、2番目に引退って、あ、現役引退って書いてありますね。今月21日に現役引退を電撃発表、今月って5月の話でしたね。なので、これが最後のトニー・クロースということになりますね。次出てくるときはレジェンド枠というわけで取っておきたいですね。トニー・クロースもね、 SSS 見事な選手でございます。そして今回の新特徴でもある、レーン持ち両サイドバージョンということで非常に強いですね。これはね、ごとつして持ちたい、そんな感じです。しかもプレスタイルピボーテってのはあんまり出てこないのでね。マグはそれこそガゴーとかじゃないのね。懐かしい、ガゴーもレアルマドリード。そして、トップ下、左ミッドフィルダーで起用が可能なグーティーが来ております。オフェンシブキーマン持ちとなっております。チェーン持ち、さらに SSS ということでグーティーもゲットしておきたいところですね。まあね、返す返すもマグは結構前から言ってるかもしれないんですけど、この時代のレアルマドリードで一番好きな選手はね、レドンドなんですよ。レドンドはね、なかなかこういうのに来ないよね。まあ、グティだよね、来てもね。ね、本当にね、運営ちゃん。レドンドなのよ、レドンド。ね、ちょっと、ね、次こそはレドンドで。今回みたいなさ、ガチャにさ、レドンドとか言ったら渋いな、運営ちゃんサッカー知ってるな、みたいになるよ。言い過ぎた。はい、右ミッドフィルダーとトップ下フェデリコ・バルベルデでございます。ジョーカー持ちの SS となっております。右ミッドフィルダーで使えるのは結構大きいかもしれないですね。そして、全部のミッドフィルダーが起用可能、アルダ・ギュレルとなっております。ただ S1 個外れ枠と言っていいのかどうか分かりません。そして CF ラウールでございます。シャドウストライカー系統ということでね、もう一人前線を張るフォワードがきっと来るんでしょうね。はい、というわけでこちら SS 来ております。 SSS となっております。非常に能力は高くなりそうですね。ぜひ欲しいです。あ、今のはあれだったのかな、フリースキルパターンですね。マグはまだフリースキルってのは一個も取ったことがないので、そろそろ欲しいですね。はい、というわけで以上レアルマドリードガチャでした。はい、というわけでじゃあちょっとね、本来ならね、マグの顔出しで配信で小裸に語っているところだったんですが、今回は本当に申し訳ない、声のみでお送りさせていただきたいと思います。はい、というわけで行きましょう。無課金よ、引くときぞ。はい、というわけでね、決まってますよ今、声しか映ってないけど決まってますよ今のはね。はい、というわけで今回はね、いつものように背景変わりガチャ、無課金の方はここで100連いっときましょうってやつですね。今言ったようにね、やっぱりラウール、引けなかったらラウールが最後の100連目でゲットした方がいいんじゃないかなと思います。ここでね、100連をつぎ込むっていうことでね、好きな選手、1体必ずもらえるっていうことなので、まあラウールでしょうね。ラウールをもし手に入れたというのであれば、その他は誰ですか、誰がいいかな。うわ、クロスかなね。あとはね、ちょっと自分のね、メンバーと相談しつつ、ロベルト・カルロスにするかとかね、グティにするか、まあいろいろ考えてみてはいかがでしょうか。全部取ったんだったら、それこそナーチョかね、バンディエラ持ち1体だけ確保みたいなことをしてもいいでしょうしね。マグはね、結構前にそんなことをしましたね。全部引いたんで、バンディエラだけいなかったんで、100連でバンディエラゲットってこともやりましたね。
それも別に悪くないんじゃないかなと思います。はい、というわけで、皆さん、ぜひ、背景変わりガチャ、引いてみてはいかがでしょうか。なんですが、マグは、2週間待ちます。はい、というわけで、今回のガチャ、上に書いてある通り、8月21日まで引けますので、まだ1ヶ月以上、1ヶ月半近く、残っているガチャになっていますので、無理してね、いきなりここを引いちゃうってのもまあ悪くはないんですが、まあラウルが好きとか、レアルマドリードが好きならもう考える余地もなく、行ったってくれって感じかもしれないんですが、まあ2週間後、まあ俗に言う追撃が来ると思われます。ただ今回でラウールやグティのレジェンドクラス、ロベカル含め、レジェンドが来てしまっているので、2週間後にレジェンドなしバージョンが来る可能性もちょっとありますよね。さらに、今回来なかった部分の現役レアルマドリードで固めてくるとか、そういうのもあるかもしれません。まあまたね、レジェンド来るかもしれませんけどもね。まあモリエンテスが来るのかもしれないし、ロベカルどこ行くのだいぶ後ろ下がってちっちゃくなってたけども、ね、サムネちっちゃい版にしようかな。ね、本当に。なのでね、追撃を待ってから引いても別にいいのかなと思います。なんなら9月まで待ってもいいんじゃない、9月待ったら終わってる。8月まで待ってもいいかもしれないですね。まあでもね、マグは中央突破が欲しいので、一応2週間後。2週間後でいいかな ?8 月、8月じゃないって言えばだから、7月24まで待って、おそらくこの24に大きめのガチャが来ると思いますので、そちらを待って、ゴーって感じでしょうかね。まあ、もしかしたら同じ中央突破だとは思うんですけれどもね。さっきも言ったように、もしかしたら中央突破、デルボスケバージョン、現役スペイン代表とか、背景変わりスペインとか、そんなことやってこないとも限らんのよね。だから、もしかしたら、今回ラウールだったじゃないですか。スペイン代表ラウールとかっていう、そんなことしてきちゃったらさ、困るじゃない?困るしかないのよね。なので、ちょっとね、2週間後待ってから引きたいと思います。ガチ勢はどうせ両方引く。ね。マグはじっくりと熟考して2週間後待ちたいと思います。まあ、こう言ってね、待って大体この背景変わりガチャの方を、引くことの方が多いんですが、ここ最近は結構ね、追撃の方を狙ったりするケースが、まあ結構あるんですよね。なので、いや、わかんない。はい、というわけで皆さんもね、考えに考え抜いてガチャ引いてみてはいかがでしょうか。今回の動画良かったという方はコメント、高評価、チャンネル登録していただけますと、マグの動画作りの励みになります。よろしくお願いします。ね、一体どんなガチャが来るんでしょうね。もしかしたらね、それでね、新監督来るパターンもあるのよ。急にね、新星6監督デラフエンテ。ね、サイドアタックスペイン代表とかで全く違うことをやってくる。追撃じゃねえじゃねえか、みたいな。そういう可能性も、まあ、泣きにしもあらずなんでね。ちょっとわかんないですよね、何来るかね。だから、1年前のパターンで言うと、最初の方に、クアルテットマジコ、黄金の4人が来たんですけど、その後は、何が来たんだっけ?ロナウジーニョが来たんだっけ?だからね、同じケースでちょっと違うのが来るみたいな。そういうのもね、あながち、ある可能性もあるしね。だから今回で言うと、ロドリゴ、ビニシウス・ジュニオールが来るかもしれないし、ね、そういうのが来るかもしれないんでね、まだわからないので、マグは待ちまーす。ではでは今回はこの辺で、また次回お会いしましょう。じゃあねー。なので、今週の土日に100連はやりません。